さて、今回の話題は、超高速滑空弾完成間近ということと、スタンドオフミサイル整備構想についてです。この完成までのつなぎとして、アメリカに、巡航ミサイルトマホークの調達を申請していますし、一蓋式地対艦誘導弾の射程延伸開発も、急ピッチで進めているようです。2022年現在、ロシアは、ウクライナへの軍事侵攻を継続中、北朝鮮は、様々な弾道弾や巡航ミサイルの発射を続けています。そして、中国は、相変わらず、日本領海へ、測量船などの侵入を繰り返しています。言うまでもなく、日本を取り巻く安全保障環境は、年々厳しくなっているのは明白です。このような中で、日本政府は、今後の兵器調達に関しては、スタンドオフミサイル取得を推進する方針を打ち出し、従来より、核弾に射程距離を伸ばした国産兵装の開発を進めるとともに、配備も急いでいる状況になっているのです。しかし、国産の新型兵器を導入するには、時間がかかります。それまでのタイムラグを埋める兵器として目をつけたのがトマホーク巡航ミサイルらしいのです。これはアメリカ製でアメリカ海軍艦艇の主力巡航ミサイルになっています。このトマホークを調達するのではないかという推測が報道されているのです。トマホーク巡航ミサイル調達に関しては現時点では確定事項にはなっていませんが、国産一蓋式地対艦誘導弾能力向上型の配備をどんなに急いだとして、4年後の2026年度からとなるので、その隙間埋めに急遽浮上してきた喫緊対策と見られているのです。日本政府や防衛省は、前述のスタンドオフミサイルの配備を急いでいますが、この兵器は敵の防空兵器に対して、その射程外から攻撃を行える兵器の総称ですから、現在使用しているものより射程距離は長くなります。その理由ですが、近年の兵器技術が進歩したことによって、飛躍的に射程距離を伸ばしつつある敵の対空ミサイル等への対処を迫られているという理由があります。具合的には、そういった兵器を搭載している中国海軍艦艇に対する防備を強化するので、目的となる兵器なのです。ここで一番留意する必要があるのは、スタンドオフミサイルという兵器は、あくまでも、敵の対空ミサイルの攻撃範囲外から攻撃できる兵装ということです。ですから、敵の長射程弾道弾や巡航ミサイルの射程距離外ではないという点がポイントというわけですね。日本の現在の仮想敵国は、ロシア、北朝鮮、中国の3国と言われます。この国々は、いずれも、すでに日本本土を攻撃できる長射程対地攻撃兵器である、弾道弾や巡航ミサイルを保有し配備しています。こういった状況は以前から継続していました。日本に接近する敵艦艇が搭載している対空ミサイルが、昔より、その射程距離を伸ばしているのは、確かな事実ですから、スタンドオフミサイルが想定しているのは、それらの接近で、その阻止が目的ということです。こうした位置づけにある日本のスタンドオフミサイル整備構想ですが、大きく4つに分けられるようです。1つは、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型。2つは、当初防衛用の高速滑空弾。3つは、極超音速誘導弾。そして4つ目が、当初防衛用の新規開発の対艦誘導弾となっています。これら4つのうちで、一蓋式地対艦誘導弾能力向上型と当初防衛用高速滑空弾の2つは、複数の段階や種別が想定されていますが、一部は、すでに量産化が企画されていて、早ければ、一蓋式地対艦誘導弾が2026年度、当初防衛用は、2023年度に見込まれているのです。
残り2つ、極超音速誘導弾、当初防衛用新規開発の対艦誘導弾は、未だ研究開発段階の兵器で、2022年時点では、完成や実戦配備時期については公表されていません。したがって、これらの兵器の射程距離などのデータは、全く不明です。極超音速誘導弾は、その名の通り、最近注目されているマッハ5以上の飛翔スピードを出せる極超音速兵器で、機関部にはスクラムジェット式推進方式を採用、対艦及び対地攻撃の両方に使用できる誘導弾で、最大射程距離はなんと 1000km 程度と考えられているそうです。当初防衛用新規開発の対艦誘導弾ですが、先行して開発中の1敷地対艦誘導弾能力向上型と同じ用途の兵器です。しかし、ターゲットである敵艦艇に接近した最終的段階で迎撃を阻止する役目があるので、高い機動性を持ったものになるのではと想定されています。こうした極超音速誘導弾、当初防衛用の新規開発の対艦誘導弾に比べると、すでに量産体制ができている一二式地対艦誘導弾能力向上型は、最初に行われるのは、自発型と呼ばれる地上発射型のプラットフォームからとみられます。これは、陸自が現在装備している一二式地対艦誘導弾と同じ形式ですが、それ以後は、艦発型と呼ばれる艦艇搭載型や、空発型と呼ばれる航空機搭載型に発射プラットフォームを拡大していき、陸海空の3自衛隊の中核を担う兵装になることが期待されている兵器です。現在の一二式地対艦誘導弾の最大射程距離はおよそ 200km 弱と目されますが、今後の能力向上型は第一段階として最大射程距離をおよそ 900km、第二弾としておよそ 1500km までの延伸することが計画されています。こうやって、最大射程距離を現行型から飛躍的向上させることでも、お分かりの通り、能力向上型は、一二式地対艦誘導弾の名称を持ってはいますが、ミサイルとしては、外観も含めて、ほとんど新規開発と同じぐらい、レベルになっています。当初防衛用高速滑空弾ですが、防衛装備庁の分類によると、ブロック1と呼ばれている早期装備型と、ブロック2と呼ばれている性能向上型の2種類が並行して開発されています。ブロック1は2023年度に量産化されるとみられています。当初防衛用高速滑空弾は、双輪式車両の2台部分に発射塔を搭載する、形の陸上発射型兵器で、2023年から量産化が行われるブロック1は、防衛省の発表はありませんが、最大射程距離は 500km 程度になるだろうと考えられています。射程距離がおよそ 500km 程度と推察される理由ですが、中国と睨み合う尖閣諸島を沖縄からの直接攻撃を可能にできる距離を測って、それからの逆算から導かれた数値なのです。沖縄本島にはご存知の通り自衛隊の基地や在日アメリカ軍の複数の基地が配置されています。そのためか、ここは対空防御も固く、そこに当初防衛用高速滑空弾のブロック1を配備することによって残存性を高めると同時に尖閣諸島の防衛を確実なものにしようという狙いがあると推測されるのです。ブロック1に続くブロック2です。ブロック1と一部のブースター部を共用していますが、さらに長さを伸ばして射程距離を延伸させています。それと同時に、イメージ図によると、弾頭の形状も大きく変化していることがわかります。ブロック2のイメージ図に描かれた弾頭部分は、よりウェッジが効いて、極
超音速滑空ミサイルという名前にふさわしい形状になっているのです。余談ながら、中国がすでに配備しているディフェンダー17中距離弾道弾弾頭の DFZF によく似ているようにも見えるようです。この当初防衛用高速滑空弾ブロックにも、マックス射程距離は、およそ 1000km 程度には達するのではないかと推定されているそうです。その距離にまで到達すれば、九州から中国大陸までも攻撃圏内に収められることになると思われます。とはいえ、こういった 1000km を超えるほどの長射程巡航ミサイルを日本が装備することになったら、自衛隊が掲げてきた基本理念である専守防衛に反することになるという動きが出てくるでしょうし、配備に反対する意見が出てくることも容易に想像できます。こうした意見は、日本から中国大陸にまだ到達可能なミサイル配備に関して、日本の軍国主義復活のように騒ぎ立てると言われることもあるようです。ただし、日本が攻撃的兵器と定義し、政治的判断で保有していない中距離や長距離弾道弾をロシア、北朝鮮、中国がすでに配備していることは忘れてはならない現実です。この厳しい現実を鑑みると、乱暴な言い方ですが、今後日本が保有する巡航ミサイルの射程距離が実際のデータより超射程と宣伝した方が、こういった三大仮想敵国への抑止力として、効果的ではないかという思いが脳裏をかすめないこともありません。終わりの見えないロシア・ウクライナ戦争。ウクライナは長距離巡航ミサイル等の装備を保有していません。となると航空機以外では西側諸国から供与され効果的な戦果を上げたことで世界的に有名になったハイマース等が約 80km の最大射程距離で攻撃できるだけに過ぎないのです。それゆえに、ウクライナはロシアに攻め込まれたままという状況なのです。